久保さん僕ね、未だにね、仮想通貨全くやってないですよね。<laughs> 実際仮想通貨でめちゃめちゃ儲けた人知ってます。<laughs> やばいぐらい儲けた人知ってます。なんか大豪邸が立って、なんだ、車何台だっけな車7台から6台いらねえだろみたいなね <laughs>。 ビットコイン、もうビットコインの時代ですよ。ビットコイン、古いですよね。ビットコインを、まだ、まだみんな知らないなんかう、うさんくせえなみたいな時に対応買いしてた人がいて、やばいですね。<laughs> まあこれ、アメリカの人とかも、そのビットコインバーン行った時に、結構ビットコイン長者が生まれたと思うんですけど、まあやっぱ夢あるんでしょうね。 ま、それ夢ありますよね。ビットコインだって200万までいきましたからね。バカじゃねえかだ。だって手出し 0. 何ぼですよね。1円とか。<laughs> 1円が200万とかね。ありえない倍率じゃないですか。まあ、夢ありますからね。ただね、まあ、それはね、僕は思ったんですけど、目の前にその人がいて、まあ、車もね、まあ、その人フェラーリで、あの、こう来てたんですけど、フェラーリの改造車ですね。えみたいなのも聞いてたんですけど、まあ、僕は思ったのが、あの、一部だよね、と。 単純に、あのー、一部しかいないと。で、僕はその一部になれないから、じゃあ、違う一部になろうと。じゃあ、違う一部って何かっていうと、あの泥臭くやるっていう。<laughs> でも、この泥臭くやるっていうのも一部しかいないんですよ。ね、久保さんと僕みたいな一部しかいないじゃないですか。でも、この泥臭くやる一部の方が、僕は確実性が非常に高いのかなと思います。なぜならば、あの、量をこなすっていうことは、 まあ露出も増える可能性も上がるし、なおかつ量をこなすことによって、自分のスキルがアップするんですよ。例えば1回しか話してない人なのか、1000回喋った人なのか、それは多分トークスクリプト、多分向上してると思います。これ間違いなく。だから、イチロ一郎選手にね、前もあれ出てきたけど、一郎選手がね、素振り1回でメジャーリーグ行けたかっていうと、まあ無理ですよね。でもビットコインとかは素振り1回でメジャーリーグ行けるかみたいな話じゃないですか。ね。<laughs> 僕はもう、あの、小さいことを積み重ねることが、あの、とんでもない、道に行く、ただ一つの道ですみたいな、イチロー選手の言葉が好きなんですけど、まあ僕はもうそっち派ですね。だからブレないというか、仮想通貨は手を出さないですね。だ FX を40歳からやろうと思ってますけど、これは10年スパンで考えてます。40から50で、10年間で、えー、FX のスキルをつけて、えー、老後は、老後はトレードを見て、ポ,ポン、ポン、ポン。 みたいなイメージしてるんですよ。さすがに僕も体力低下するので量,量がこなせなくなるってことは想定しているのでか40から5010年スパンで FX をしっかりマスターしてポンポンポンううん、うん、でニュースちょっと見たりとかしてうーんみたいな。 今日はやめとこうみたいなね。<laughs> なんかもうそんな感じですね。だから僕イメージ,イメージしてるのはコンテンツでお金をキャッシュを作って1000万2000万ぐらいの運用で月にトレードがまあ10回あるかないか。だから10本、この指10本ですね。30日ある中で10回以内ぐらいでまあ2、30万取っていくっていう。これをちょっとイメージしてます。1000万、2000万、3000万ぐらいのお金を運用して月10回以下のトレード、本当にいいとこしかやらない。 それで月20万から30万を抜くっていう、これをイメージしてます、うん。多くの人はこの10万とか5万を100万にしたいじゃないですか。僕違います。もうコンテンツビジネスで地道に着実にお金を作っていって <laughs>、そのお金を運用するで。運用もトレードそんなにしなくやっていくっていう。 うん。だからまあそんな感じで僕は考えてますけどね。だから他の人と多分この考え方も違うでしょうね。少資金から爆発的にね、FX を増やしたいとか、資金でバイナリーでバーン増やしたいとかね。なんか夢ありますけど、夢を、夢あるけれども、確実をやった方がいいんじゃないかなっていう。まあ,まあ別にどっち選んでもいいんですけど、夢より、夢を追うことも大事だけど、確実に一歩を踏み出すっていう、確実に一歩を踏むっていうことが僕は大事だと思いますね。いってらっしゃい。